またまたやってきました。空いてるかな。行ってみたいと思います。よいしょ。やってっぽい。というわけでカフェの方に来れました。感激です。注文表がハングルで書かれています。でメニューもこんな感じですね。ダイニングと同じ感じでコース料理になっています。動画は撮影のご許可をいただきました。やった。メニューを決めていきたいと思います。ランチョンマットをいただきました。ケンヤくんが出てくれました。しっかりしてます。すごく分厚いすごいです。ダイニングのキャラクターのお迎えの紙もいただけるということで、私は煉獄さんを選択させていただきました。めちゃくちゃ楽しみです。もうオーダーしちゃったんですけど、サネミくんのバースデーとかも日本とメニュー違ったのかなって今確かめたかったなと思ってます。クリスマスもマカロンなのかな。追加オーダーできるかな。できるんだったらしてみたいなと思います。お腹いっぱいになるかな。でもコースだからとクリスマスの来た来た。ありがとうございます。やった。ドリンクが来ました。コースター。君がシシシシシシシ。こんなことある。めっちゃ嬉しいんですけど。嬉しい。ちょっと私の推しだって分かってた。行きましょう。すごいですね。はい。というわけでこんなことある。本当にちょっと待って。嬉しくて言葉にならない。嬉しい。お食事が来るまで UFO テーブルカフェ韓国店の店内を一緒にお散歩していきましょう。今見ていただいておりますのが品津川さねみ様のバースデー祭壇です。ランチョンマットが飾られてるんですけれども、やっぱり分厚いんですよね。すごい高級な紙で印刷されてるなっていう感じがします。店内には AGF の等身大パネルがたくさん飾られていました。こちら韓国店さんの方では、お金を払えばこのポップが買えるというような案内もあったような気がしますね。うわ、日本だったら絶対欲しいんだけどな。めちゃくちゃ羨ましいです。そしてこちらにもね、たくさんのキャラクターのねパネルが展示されておりました。カフェでしのぶさんやぎゅうさんにお会いできるのは本当に久しぶりで嬉しかったです。そしてこちらがグッズコーナーです。いろんなグッズが売られているんですけれども、この寅年のポップアップスタンドがとっても気になりました。お値段は6万5000ウォンぐらいだったかな。ちょっと高いなという印象でした。欲しかったんですけれどもね。そして煉獄さんは売り切れておりました。結構ね、懐かしめのグッズもたくさん販売されていました。そして煉獄さんです。あ、すいません、ちょっと見とれておりました。次行きましょう。こちらは広場にも販売されていますポップアップスタンディ。今確か交換し合ってるんですよね、グッズを。その下にバースデーグッズが売られておりまして、そしてその下はね、結構懐かしめのグッズが並んでいました。
日本で買い忘れたとか売り切れてしまったっていうグッズ見つかるんじゃないかなと思います。結構楽しいでしょ。このラインナップを見てるだけで、うわ懐かしいなとか、あこれ日本ですぐ売り切れてたやつやんとか思いながら楽しくお買い物ができました。こちらは韓国店のフライヤーです。こちら韓国限定のキーホルダーと、そしてその下がネームタグとなっております。在庫状況はこんな感じですね。なくなったら追加されたりするんでしょうかね。お品はたくさんあるぞという感じでした。ネームタグはちょっと少なくなってたのかな。でもまだまだあるという感じでしたね。その下にアイスクリームイベントの保冷バッグが売られてました。まだこんなにあるんですね。そしてその下にですね、ビッグアクリルスタンド、これが売られてたんですよ。コミケで売られてたやつですよね。買いたかったんですけれども、確かね5万ウォンとかだったんで、ちょっとね手が出ませんでした。いや本当は欲しかったんですけれどもね、韓国行きのチケットでお金を使い果たしてしまってました。次来た時はゲットしたいと思います。こちらは AGF のチャームですね。うさぎのチャーム売られてましたが、煉獄さんはありませんでした。やっぱり煉獄さんは韓国でも人気なんですね。そしてこちらランチョンマットケース、懐かしのものがねたくさんあって、あこれはクリアファイルかな。本当にこうやってね見てるだけですっごく楽しかったです。牛さんとツタコ姉さんのアクリルスタンドもまだありました。そしてこちらもね韓国限定商品らしいんですけれども、これは8000ウォンくらいだったかな。これはね安くで買えるなと思ったんですが、残念ながら煉獄さんは売り切れでした。やっぱりすごい人気ですね。バースデーのアクリルスタンドが並んでいます。ではそろそろお食事がやってきそうです。テーブルの方に戻っていきましょう。ではお食事がやってきました。コース料理なんですけれども、一気にこうしてプレートにドドーンと乗ってやってきます。すごいです。では一つ一つ見ていきましょう。こちらはみつりちゃんのデザートです。日本とちょっと盛り付けが違いますよね。そしてこちらが増白店のチャーハン、日本よりかなり小盛りになっています。煉獄さんのウェルカムポップもついていました。こちらのサラダは鋼塚さんのサラダとなっております。メニューが揃いました。では早速いただいていきたいと思います。まずドリンクから飲んでいきましょう。ドリンクはこちらこてつくんをオーダーさせていただきました。ちょっと誰、やっぱり少年が好きやって言ったの誰よ。まあ好きなんだけどね。美味しかったです。そしてドリンクはもう一杯、無一郎くんをオーダーさせていただきました。あの日本と比べて量が多いような気がします。ドリンクファイトがちょっとやりにくいというか、私続けて飲んだから今ね頭痛くなってるんですけど、本当に減らない、全然減らない、量がめっちゃ多かったです。では鋼塚さんのサラダを食べていきたいと思います。こちらはね本当にレタスが中心になったサラダで、でごまドレだったのかながかかってたと思います。シンプルなサラダでした。では極悪人どもめがのチャーハン食べていきましょうか。私は日本でこのチャーハン食べれてなかったんですよね。なので食べれて嬉しいなと思います。いろいろ混ぜ込んで食べるとすごく美味しいよとお聞きしてましたので、そのアドバイス通りいろいろ混ぜ込んでいただきました。チャーハンの量も本当にいい感じで、まあ私は大食いなのでこれ2つぐらいすぐいけるわと思ったんですけれども、あの普通の女子はちょうどいい感じで終われるんじゃないかなと思いました。お米もパラパラしていてとっても美味しかったです。
というわけで、あっという間にチャーハン一人前いただきました。美味しかったです。では次にみつりちゃんのデザート行ってみましょうか。確か日本ではこの可愛らしいデザートの周りがみつりちゃんの日輪とイメージされたようなふにゃふにゃふにゃでしたデコレーションが施されていて、その横にプチケーキがついてたような気がするんですけれども、韓国店の方ではあざの模様のなんか花束じゃないあざの模様のお花柄的な、なんだろう、ポチョンと見えますかね今。ちょっと模様がされていまして、その横にケーキじゃなくてこれね、なんかクッキーというか焼き菓子的なものがついてましたね。はい、こんな感じです。今ちょうどカメラに出してますけど、しっとりしていて甘いクッキーだったのかな。とっても美味しいし、みつりちゃんカラーで可愛いなっていう感じでした。という間に完食。作ってくださったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。というわけで UFO テーブルカフェ韓国店行ってまいりました。お店もすごく綺麗でしたし、とにかくグッズがすごいですよね。そして、店員さんもすごく親切で、本当に思い出に残る時間を過ごさせていただきました。最高でした。残念ながら煉獄さんのグッズはめちゃくちゃ売り切れていたんですけれども、ランダムものを買ってきました。ちょっと高額だったんですけれども、もう思い出だなと思って思い切って、買ってきました。後ほど開封していきたいと思います。開封した動画はこちらの方を見ていただければと思います。そして私、翌日飛行機に乗る前もまたまたこちらのカフェに遊びに来らせていただきまして、最終最後ギリのギリまで UFO テーブルカフェ韓国店さんで楽しませていただきました。そちらの動画もぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。まだまだ韓国編続きます。